じゅんくんぽんちゃん仲がいいね。おはよう。ちょっと涙目になっていたポンちゃんももう治ったようですね。二人とも元気です。雨が本降りになってきました。かなり白い感じに、ね、なっています。ジャン君は？ジャン君パンちゃん。はい、仲のいいジャン君とポンちゃんですが、プレゼントいただきました。まずありがとうございます。ありがとうございます。はい、プチプチがいっぱい。お、あ、お手紙が。はい、果物果物屋さんだそうですよ。はい、これは、あ、これも果物か。開けないとわからないね。これは何かね。これは開けつつ、こっちはこっちで開けましょう。はい、先にこれ出た。お、あ、懐かしい。バヤリースのパイン。
パインか。パインは飲んだことないかな。しかも石垣島さんのやつだね。なんか書いてある。そう。はい。バイアリースシークワーサー沖縄はい、今度沖縄民謡をかけながら飲もう。はい、これも石垣パイン、ちょっと下に置いてる。下をね、うん、いろんなのがあった。はい、このような感じになりました。そしてこれは何？パッションフルーツって書いてあった。初めて食べたことないです。ジュースはなんか飲んだことがあるけど、本物見たの初めてだね。初めてです。こんなんなんだ ね。俺はあの大きめの卵かと思ったすごい、食べたことない。鹿児島県産だって、はい、へえ。鹿児島でも作れるんだ、まあ、と思うけど、多分気候的にね、うん、宮崎とか鹿児島とか暖かい地方でならできるんだね、うん、はい、ありがとうございます。あ、珍しいものでございます。お、あとね、すごいね、かぼちゃそうめんだって。かぼちゃそうめん、うん、あのかぼちゃのな、かぼちゃがさ、うん、なんだろう、繊維みたいになんか、うん、あのこうおそうめんみたいに中が繊維状になってて、はずす、こうむくむいてや出すとそういう風になってるやつ、私テレビで見たことある。全然知らない。でも本物は見たことない。細長いのがかぼちゃってことなの？あ、そうそう、ここがかぼちゃで、で多分中がそうめん、そう、なんかね繊維みたいになってて、なんか細いね、本当におそうめんみたいな風になるの、なんか、はあ、そうめんかぼちゃって、はあ、岡山県だって。見た目はウリに見えるけどね。まあかぼちゃだからね、ウリ、かぼちゃもウリかじゃない の？あれ違うの？そういう風には教わったことがないけど。あ、もう一本あったよ。あ、本当だはい、シークワーサーとの4連になりました。すごい、面白い。はい、どうもありがとうございます。揺れちゃった。綺麗に並べてみよう。よしよし、はい。バイアリースって懐かしいよね、うん、僕はもう子供の頃はバイアリースだったからね。バイアリースオレンジしかなかったけど、当時は。どうもありがとう。初めて見た。あ、まだあったの。カエルくんって書いてあった。カエルくんなんだ。やったー、同じやん。ちょっと待ってね、今いるカエルくんのお友達としてって書いてあったの。あー、すごい、種類の違うカエルくん、すごいリアルで可愛い。目音カエルになりました。これは何ガエルか書いてあるかな。殿様ガエル、うん、かわいい、はい、カエルからのかぼちゃそうめんからの何だったっけこれ、パッションフルーツからのバヤリースどうもありがとう。ありがとうございます。珍しいものがいっぱいだ、ね、もうすぐバヤリース飲む。これあの冷たくなってないけどいいの？いいです。あ、でもちょっとひんやり、まあ、今日外気からすればね。そうだ ね、昨日、今日はそんな暑くないからね。常温が流行ってるからはい、どうもありがとう。ありがとうございます。また別のものをちょっとこのまんま開けてみよう。このままでいいの、うん、割れ物って書いてあるよ。割れ物いただきました、ありがとう。割れ物じゃあね、なんだ、あ、ロシア、あ、にゃんこのお水飲みのいいやつだ。これほら、なんかお水がまろやかになるとかいうやつじゃないか。こういうものだそうです。ヘルスウォーターシリーズ、これに入れるだけで、そうそう、お水がね、お水を飲まない子っているのね、にゃんこって。そういう子でもよく飲むようになりますよ、うん、っていうやつで、いわゆる軽き臭さが減るとかそういうことなのかね。うん、あのね、なんかまろやかになる。人間用もあるね、これ。なんかこうコップ、普通のなんかあの、うん、マグカップみたいなやつとか、うん、お皿とかあって、ペット用っていうやつとね、
あるの。水飲みどうもありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれで水飲ましてみようか。うん、うちの子ね、いっぱい飲むのね。そうだね。そうそう、だから。いろんなとこに置く。そう、いい、うん、すごい喜ぶと思う。はい、うん。はい、今日もどうもありがとうございました。開封動画になりました。はい、はいはいはい、もらい物の時はみんな集まってきます。はい、ちゃんくんが集まってきました。ぽんちゃんも来ました。ぽんちゃん、後でそれにお水入れてくるからね。おいしくなるんだって。お水がまろやかになるんだよ。いいね、ちゃんくん、ぽんちゃん。はい、親ガエルの上に子ガエル、孫ガエル飲み入れました。必ずこれやられるだろうね、こういう場合。パンちゃん、いい子だね。パンちゃん、パンちゃん、パンちゃん、親ガエルなの。パンちゃん、かわいいにゃん。パンパンちゃん、ごめんなさいね、失礼しました。ポンちゃんか、お、おお、ちょっと頭は苦手。うん、そうだね、ポンちゃん。お、シリシリしてるな。シリ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 。お、どこ行くの？お、2杯乗る？乗る乗る？やっぱね、ポンちゃん。ここに置いときますか。はい。ジャンくん。仲良くしてね、ジャンくん。あ、ジャン君、ジャン君どいちゃうの？どうぞ、はい。ジャン君とカエルさん、毛づくろいしてたのにって言ってたからね。ジャン君、カエルさんに好かれてるよ。ジャン兄ちゃんって来られてるよ。おふちゅ、ひゅ、ひゅ、大丈夫かポン。ヒチュヒチュ。